2019年9月16日、右膝の負傷により現役を引退した、元関脇吉風の中村親方。この年の6月に行われた地元大分県佐伯市での合宿中、市の PR 企画に参加した際、右膝に全治未定の大怪我をしたことが直接の原因とされています。引退から1年が経った2020年10月19日、吉風は地元佐伯市を提訴します。郷土愛にあふれる吉風が、故郷である佐伯市相手に4億8000万円もの損害賠償を求めた真相とは何だったのでしょうか。郷土愛。入門した時は37歳まで現役を続けられるとは思わなかった。ボグルマ部屋の最高な環境のおかげです。ファンの皆様、全ての皆様に感謝申し上げたい。吉風は引退会見の冒頭でこのように語っています。少しはにかむような表情も見せる吉風の口からは、前向きな言葉だけが出てくる会見だった印象でした。自分の足の怪我に関する説明も交え、思い出の一番として2014年夏場所9日目の稀勢の里戦を挙げました。稀勢の里関と目一杯の力をぶつけ合って負けました。負けた一番なのに、館内の声援に体の芯から震えた。ほとんどの声援は稀勢の里関のものだろうが、一番印象的だった。一方で現役への未練は残っているようで、次のようにも語っています。悔いは残りますね。自分の場合は終わりましたけど、相撲は人生そのものだった。この言葉が何よりもまだ現役を続けたいと願った本当の吉風の気持ちだったのかもしれません。吉風が引退しなければならなくなった怪我の原因を作ったのは、2019年6月に大分県佐伯市で行われた合宿中の出来事でした。6月20日の一般公開された朝稽古が終了し、その後はオフとなっていた小車部屋の力士一行は、佐伯市の PR 事業の一環としてキャニオニング体験をすることになりました。キャニオニングとは、渓谷を遊び場所にしたアウトドアスポーツの一種で、体一つで岩肌を滑り降りたり、滝壺へ飛び込むなどして楽しみます。危険を伴うスポーツなので、専門団体が監修する中で体験は行われていきました。岩肌の露出した川沿いを進むことから、安全のためにヘルメットやハーネス、ライフジャケットといった安全装備の着用が必要です。ですが、大柄な力士が着用できるサイズの安全装備が用意されていませんでした。安全装備がない状態でのキャニオニングには大きな危険があることから、担当業者からは中止が検討されていました。しかし、やる気になっている力士たちには業者の言葉も届かず、僕ら頑丈にできているからと装備なしでも構わないと要望したのです。そういうことであればと、業者が選定したのは比較的安全な場所で川遊び程度のアクティビティをすることでした。事故が起きたのは、吉風と後輩力士の2人がセットになって岩肌を滑り降りるアクティビティをした時です。岸に上がってきた吉風は右膝を押さえながら苦痛の表情を浮かべていました。後輩力士や周りにいた関係者は、はじめこそ吉風が悪ふざけをしているのだと思い、笑い声すら聞こえる状況だったといいます。やがて後輩力士の一人が、吉風関、先月に右膝を手術したばかりなんです。とつぶやくと、ようやく事態の深刻さが全員に伝わりました。自力で立つこともできないほどだったので、ドクターヘリにて病院へと搬送されます。事故当日の夜は、病室にキャニオニング業者が見舞いに来ましたが、吉風は心配させまいと言葉を選びました。自分はこの怪我を治して復活するから、心配しなくて大丈夫だよ。しかし、吉風の言葉を裏切るかのように怪我が治ることはなく、右足首に麻痺が残ってしまったことから引退は避けられませんでした。吉風は、地元愛の強い力士として広く知られています。引退会見では、引退のきっかけとなった右膝の負傷を公表するか直前まで悩んだことからも、地元への愛情が見え隠れするものがあります。 PR 活動を引き受けたこと自体後悔はしていないとも公言しており、補填問題についても佐伯市側とは弁護士を通じて話し合っていました。誰かを責めているわけではありませんし、誰も憎んでいません。そう語る吉風は、和解の道を進もうとしていたのは間違いないでしょう。進まない和解。そんな中、2020年10月19日吉風は佐伯市などを相手取り、計4億8000万円もの損害賠償を求める訴訟を起こしました。和解を求めていた姿勢から、
一転して対決姿勢を見せた背景には、佐伯氏側との交渉がうまくいかなかったことがあります。事故直後、氏側にも責任の一端はあるとしていた主張を、事故は死に全く関係がないものであると主張を変えたのです。佐伯氏は、市の PR のために合宿は誘致したが、キャニオニングはプライベートでの行動で、怪我の賠償責任はないと公式の発表の中で主張しています。真っ向から対立した主張は平行線のまま、裁判の場で争われることになってしまったのです。吉風をよく知る知人はこう語ります。彼は地元思いで、積極的に地元の PR 活動に協力していたから、いきなり手のひらを返されて、だから激怒したんです。裁判で何が正しくて何が正しくないのかはっきりさせたいんですよ。佐伯氏側の主張がひっくり返った理由はいくつか考えられています。事故当時、田中市長は吉風がキャニオニングに向かうことも事前連絡で知っており、事故の補填に関してもできる限りのことはすると伝えていました。田中市長は市の相撲連盟の要職を歴任しており、吉風を小学生の頃から知っているという大ファンであることも無関係ではないでしょう。一方、市議会で補填の予算が通る見込みはありませんでした。市議会は一貫して、キャニオニングはプライベートの行動で、怪我に関する賠償責任は市側にはないという主張を貫いているのです。市長と市議会の主張が初めからずれていたことも、この話がねじれてしまった原因の一つかもしれません。郷土愛の強い吉風が、4億8000万円という高額な損害賠償を請求したことに関しても、様々な憶測が飛び交っています。吉風を知る大分県人会の知人は騒動の裏側で行われていたやり取りを語ります。実は市側からはもともと内々で訴えてほしいと言われていました。裁判所からの賠償命令が下れば市は税金で賠償金が支払えるので。ですが吉風は佐伯には両親もいるし迷惑をかけられないからと一度は断っているんです。今回の訴訟は彼一人の意向ではないと思う。お車部屋から独立している吉風ですが、それに際して3億から4億円ぐらいのお金がかかるとされます。また吉風はすでに年寄り株中村を買うのに1億円近いお金を使っているとも言われています。このことから相撲協会にうまく丸め込まれて提訴したのではないかと言われていますが、吉風本人に尋ねても、相撲協会に言われて訴えたとかではないです、裁判の件はお話しできないんですと語るばかりで真相は分かりません。いかがでしたか。郷土愛にあふれていた吉風がなぜ地元佐伯氏を訴えなければいけなかったのでしょうか。弁護士を通して市の関係者に賠償はできないと伝えられた時に吉風はこう答えました。犠牲になるのは自分だけになるってことですか。相撲に人生を捧げ地元を愛した吉風の気持ちを思うと何とも言えない気持ちになってしまいますね。裁判の結果は2022年8月時点でまだ判明していません。